ボスは？ゼール、それに散歩のお客さんたち、もうゼーレと知り合ったのね。オレグは見かけなかったわ。コーフたちによると人を連れて奥へ行ったらしいけど。コーフとゴロツキの間で激しい衝突が起きて怪我人が出たと聞いたから助けに来たのよ。この人たちはみんなコーフやその家族たちよ。ことを起こした人たちを探しに来たの。もう少し先へ行けば流浪者たちの拠点なんだけど、今は入り口を封鎖してる。怒りに満ちたコーフに復讐されるのが怖いんでしょうね。どうしてこんなことになったの？第一採掘チームがものすごい広さの地髄鉱脈を発見したんだって。見積もってみたらこの30年間で一番多い埋蔵量だったとか。マジ？そんなでかいニュース全然聞いてないわよ。みんな秘密に従ったからよ。多くの工具が劣化に侵食され仕事をなくした。このことが公になったら工夫たちに大混乱を引き起こすわ。でも流浪者の目は騙せなかった。このことで採掘チームを揺すろうとしたんだけど、それで工夫たちも我慢の限界が来た。確かにそれが地下のルール。でも流浪者たちが見たものにも所有権があると騒いで、結局激しい衝突が起きてしまったの。ひどい惨劇だったわ。で、君たちがここにいるのは問題の解決を手伝うため？いいや、それが目的ではないわ。ボスに会いたいって言うから私が連れてきただけ。頼み事があるなら手を貸すぐらいできるわよね。うちらがすごい功利主義の人に聞こえる。この世に理由のない善意などあるわけないもの。私は君たちを心優しい人だと思うの。見ての通り、地下は今厳しい状況だわ。もしよかったらここの住民たちを助けてあげてほしい。
見かけませんでしたか？背が高くてスラッとしていてかっこよくて。姉さん、こんな時にまだ冗談かい？もうやめてくれよ。あら、冗談だと思うの？そちらが甲府名簿を統計しているみたいだったから聞きに来ただけよ。ああ、じゃあここで旦那さんの名前を書いといて。こっちに来るな！この道は通さないぞ。誰も入ってくんじゃねえ。そんなところに隠してどうする。コークで起きたことを知らないのか。俺らとは関係ねえ。あのチンピラどもと一緒にするな。中に怪我人はいるか。こっちには医者がいるから、怪我人だけでも外に出したらどうだ。うまいこと言いやがって。お前らの中に嫌がらせしようとしてるやつが絶対にいないと保証できるか。絶対に通さねえぞ。あいつら。ピーク、やべえ、あいつまだ中で寝てやがるぞ。あんたはじっとしてなさいよ。ナターシャ先生に休めって言われたじゃないの。また傷口が開いたらどうするわけ。ピークならエレインが連れ出してくれるから、あの子を信じなさい。エレインも出てきてないのかよ。ダメだ、早く行くぞ。まったく余計なお世話だっつーの。遅延がとっくに入ってったわよ。新しく発見された巨大コーン、あそこが衝突の中心になったところよね。さ、上がって見てみましょう。前の人、寝てるのかな。近づいてみましょう。力になれるかもしれないわ。こんなところでよく寝れるね。すっごい。ほら、起きて。お尻にキノコが生えちゃうよ。何？キノコスープ？キノコスープはどこだ？え？ジェールさん？こんなところで寝るなんてありえない。命が惜しくないわけ？さっさと休憩所に避難しなさい。避難？あ、そうだ、どこぞのゴロツキが現れて採掘チームとやり合って、俺すごく眠かったからすぐそいつらに捕まっちゃってさ。遅延が助けてくれなかったら今頃きっと丸裸にされてた。奴らのやることだからな、何でも奪いやがるんだ。遅延がなければ大コークは完全に奴らのものになってただろうな。あれ？そういえば遅延の人は？
まさか奥に行って奴らとやり合ってるのかな。どうやらボスはすぐ前のようね。あんたは休憩所に行きな。またチンピラに絡まれないようにね。ああ、起こしてくれてありがとう。休憩所に戻ってまた寝るよ。あの子、第一採掘チームのエレインよ。急ぎましょう。エレイン、大丈夫？怪我したの？ゼール、ありがとう。大丈夫よ。ちょっとくじいただけ。ちょうどいいところに来てくれたわ。あの流浪者たちにずっとロボットのことを聞かれてたの。本当に知らないのに。あ、まだ中の状況を知らないのね。大工区の行動はすでにロボット軍団に占拠されたの。採掘チームも流浪者も近づけないわ。三つ目の勢力、ロボットが現れた。人間同士の戦いってちょっとありきたりだなって思ってたんだよね。ロボットがどこから来たかもわからないのか。最初は採掘機械の故障かと思ったんだけど、あのロボットは採掘チームの資産じゃなかった。どこから湧いてきたのか、急に私たちと流浪者を取り囲んで行動への唯一の道も塞いでしまったの。きっと採掘チームの人じゃないはず。採掘機一台でもしんどいんだよ。なのに同時にあれほどの数を操作できる？無理な話ね。じゃあ答えは一つね。スバローグ。スバローグ？聞いたことあるような。ファイトクラブで倒したロボットは覚えているか？あ、そうだ、スバローグさんのロボット。スバローグってどんな人なの？説明すると長くなるわ。要するに厄介者よ。まずは他の人を探しましょう。エレイン、自分で休憩所に戻れる？大丈夫よ。ゼーレも皆さんも気をつけてね。人類に敵対するロボット、こんなの初めて。ロボットは何があっても人類の命令に従うんじゃなかったの？地下にはね、あんたの知らないことがたくさんあるのよ、お嬢様。このエレベーター、壊れたのか？なんで反応しないんだ？もういいって。降りたところでどうするんだよ。ロボットに殺されたいのか？でも、このまま引けば、儲け話はどうなるんだ？バカタレが。コーフたちから奪えばいいじゃねえか。この目で見たぜ、地図を袋に入れるところな。今がチャンスだ。ナイスアイデア。採掘チームを狙うなんてズーズーしい。片付けが必要みたいね。やれやれ。うちがいるんだから負けないよ。始めようか。やっ！ん？ガールから離れろ。逃がさない。え？ガールから離れろ。殴ったね。ターゲット危険指数低下。誘った覚えはないけど。避けてね。うちの出番。だったら尻尾を巻いて逃げ出す。所詮その程度ってわけね。
あれ？これなんだろう？さっきの人の落とし物かな？使用可能なユーザーを検索。ピピ、声紋を検出。声紋の ID 情報を取得。なんと、よそ者なのですね。どういう状況？これが喋ってるの？それに、うちらがここの人間じゃないって分かってるみたい。この世界の技術ではないだろうな。見ろ、外郭にスターピースカンパニーのロゴが入っている。もしかしたら、かつて宇宙を旅した人々がここに残した骨董品かもしれない。ピピ、あなたこそ骨董です。あなたたち全員骨董品です。ピピ、いい、もういいです。よそ者、あなたたちはスターピースカンパニーを知っているのですね。それならいいのです。ピピ、自己紹介。私はホーム用探索機。リチャード、バージョン 0.63、専門型デラックスエディション。あだ名はチャーリーです。ホーム用探索機？カンパニーってそんな商品も出してたんだ。ピピ、本機はノウハスキャンモジュールが破損しています。本機もスターピース電機にお持ちいただくと、お約束の保証期間232年と84日以内に無料保証メンテナンスが受けられます。よそ者、スターピース電機に私を持って行って修理に出してください。なんだ、壊れてるんだ。どうする？一緒に持っていく？ピピ、そう、それでいいのです。何か探し物があるときはチャーリーに声をかけてください。はっ、見間違えた？誘った覚えはないけど。やれやれ、うちってばなかなかやるじゃん。動かないでね、今祝福してあげるから。あんたの番だよ。大丈夫？殴ったね。逃がさない。ターゲット危険指数低下、殲滅開始。クラーから離れろ。礼儀のな、避けてね。星々が私たちの名を記憶してくれる。たまには真面目に行こっか。
うちのとっておきを食らえ。うちがいるんだから負けないよ。この機会を逃さないで。星々が私たちの名を記憶してくれる。あれ、あっちが騒がっ。弱い者ばかりを狙う癖して、スバローグの手下どもの前では何一つできないんだね。根性っていうものがありゃしない。ふざけんな。ロボットとやり合ってどうする。お前らこそ善人ぶってこんだけの地髄を独り占めしようとしただけじゃねえか。この鉱山はもともと私たちの縄張りよ。甲府たちが一生懸命働いてる時、あなたたちは何をしてたの。食って寝るしか能のない豚どもが人様のものに手出ししようとするなんて、この恥知らず。恥知らず？飢え死に仕掛けてるのに恥知らずだと。ああ、分かったぜ。俺たちが全員死ねば食いぶちが減ってさぞ嬉しかろうや。まったく話にならないわ。まあよかったわね。おかげさまで鉱脈全体がロボットに占領されて、どっちのものでもなくなったじゃないか。へへ、ああ、鉱脈は諦めた。だが忘れたか？弾を込めたブツが今誰の手にあるのか。何するつもり。警告だよ、遅延が近くに。遅延遅延とうるせえんだよ。奴らは今スバローグの手下とやり合ってんだから、お前らをかばってる暇なんかねえぞ。体に穴が開くのが怖かったら持ってる物資を全部出せ。あいつらやるつもりよ。あの甲府たち武器を持っていないはず。おのれ。こんな時に英雄ぶってんじゃないわよ。私も行く。私も行く。あいつらの好きにはさせない。おっと、これはまたどちら様で。ここが誰の縄張りか知らねえのか。お黙り。少なくともあんたたちのじゃないわよ。全員でかかってきな。こっちは急いでるんだから。ラッキースターは誰かな。うちってばなかなかやるじゃん。動かないでね。今祝福してあげるから。始めようか。平気か。大丈夫。クラーラ、勇気を出さなきゃ。はい。
はい、うちの出番。いや、即戦即決で行こう。あんたの番だよ。ゼーレ、よく来てくれた。もう少しで。ザ子供が、あんたたちが無事で何よりよ。そうだ、アントニア、ボスを見かけなかった？オレグさん、彼なら人を連れて行動に向かったわ。侵入してきたロボットを駆逐するって言って。もう随分経つわね。遅延がいない隙に乗じてチンピラどもが暴れてるのよ。やはり問題点はスバローグのロボットね。スバローグはシルバーメインが離れた後に突然現れ、すぐに下層部の一部を制覇した。彼は人類の守護者を自称してるわ。主のない全てのロボットは彼の命令に従う。そして炉心を占領して誰も近寄れないようにしている。どうしてこんなことをするのかは誰も知らない。スバローグは滅多に炉心を離れないけど、下層部のどこかで騒乱が起きれば彼はそこに現れるわ。ロボットを支配する人類の守護者？そんなの聞いたことない。へえ、あんたたち喧騒者も全知全能ではないのね。二人ともいちいち険悪にならないでよ。先に目の前の問題を解決して。コークの行動が危ない状態みたいだけど、中には入れるの？ええ、放っておくわけにはいかないわ。ボスたちがまだ下にいる。ポンコツなんか怖くないんだから。おお、もしかしてゼーレに実力を認められちゃったり？正直なところ、あんたたちの腕前は悪くない。遅延の者がみんなあんたたちのように戦えたら、スバローグに抑圧されることもないでしょうね。アントニア、採掘チームを入り口まで連れて行ってナターシャと合流できる？問題ないわ。ゼーレたちこそ気をつけて。この先にはロボットがたくさんいるはずだから。まったく、これからどうなっちまうのか。スバローグ、知ったこっちゃない。チカがこんなことになって自分の面倒を見るのにも精一杯なのに、他人のことなんか知らないね。流浪者たちから聞いた話じゃ、スバローグは炉心の近くで流浪者のキャンプをずっと守ってたって言うから、いいやつかと思いきや、チッ、こんなことを起こすなんて。あ、どういうこと？私を責めるつもり？まあいいでしょう。疲れて怒る気力もないわ。家をなくした流浪者とはいえプライドはあるからね。ずっと人様からの施しで生きることはできない。本当に彼らを救いたけりゃまともな仕事をやるのが正しいやり方でしょ。だから採掘チームに入れたわ。私が悪かった？家をなくしたのも他人の厄介になるのも望んだことじゃないわ。地下の苦しい生活が憎い。頼れる奴らだよ。遅延がいなけりゃここもリベットタウンみたいにモンスターに占領されてたでしょうね。私はもうチームを連れてナターシャ先生のところに行くわ。あなたたち、
気をつけてね。
避けてね。うちがいるんだから負けないよ。逃がさない。ターゲット危険排除する。ないけど、やれやれ。動かないでね。今祝福してあげるから。始めようか。あんたの番だよ。ああ殴ったね。ターゲット危険指数低下。ラッキースターは誰かな。うちの出番。いや、くらえ。平気か。大丈夫。クラールから離れろ。逃がさない。クラーラ、勇気を出さなきゃ。はい。星の祝福をあなたに。うちに出くわすなんてついてない。ほら、離れろ。殴ったね。全ては星々の選択。星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。うちがいるんだから負けないよ。即戦即決で行こう。やっ、大丈夫。クラールから離れろ。逃がさない。こ、怖くな。うん、怖くない怖くない。避けてね。うちに出くわすなんてついてないね。いや、あんたの番だよ。から離れろ。殴ったね。礼儀の中。はい、うちの出番。ほら、始めようか。いや、誘った覚えはないけど。星の祝福をあなたに。動かないでね。
今祝福してあげるから。ルールは破るためにある。この機会を逃さないで。あんたの番だよ。クラーラ、勇気を出さな。あ、礼儀の待ってないお客さん、避けてね。うちに出くわすな。いや、即戦即決。全ては星々の選択。星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。やれやれ、うちの出番。うちがいるんだから負けないよ。くらえ。逃がさない。痛くもかゆく。殴ったね。ルールは破るためにある。一撃で沈める。ターゲット危険指数低下。始めようか。殲滅開始。あ、逃がさない。はい。うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。殴ったね。デレシコ。怖くないんだから。誘った覚えはないけど。星の祝福をあなたに。うちがいるんだから負けないよ。即戦即決で行こう。はあ、逃がさない。ルールは破るためにある。楽にしてあげる。ターゲット危険指数低下。排除する。礼儀の待って。避けてね。誘った覚えはないけど。全ては星々の選択。
星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。やれやれ、うちの出番。動かないでね、今祝福してあげるから。始めようか。くらえ。殴ったね。逃がさない。クラーラ、勇気を出さなきゃ。殲滅開始。怖くない、怖くない。クラーラもみんなを守りたい。助けて、スバローグ。避けてね。うちに出くわすなんてついてないね。いや、即戦即決。殴ったね。デレシコ。やれやれ。礼儀の待ってないお客さんね。ルールは破るためにある。一撃で沈める。ラッキースターは誰かな。うちってばなかなかやるじゃん。うちがいるんだから負けないよ。始めようか。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。怖くないんだから。はい、はい、いや、道で間違いない？塞がれているみたいだけど。知った風に言わないで。さ、近づいてみるわよ。完全に塞がれちゃってるね。どうする？この校舎をドカーンってしてみる？待ちなさい。これは採掘チームの資産だから、勝手に壊すわけにはいかないわ。直す方向で行きましょう。そう言われてもどうやって直せばいいの？仮想部の人間なら校舎の構造くらい知ってて当然。私が見てみるわ。本体とシャーシをつなぐプラグと後ろの輪軸ベアリングが壊れてる。きっとスバローグの手下の仕業ね。交換できる部品を探さないと。本当に時間の無駄。ビビ、良き友人、何か探し物ですか？チャーリーがお手伝いします。これ自分から飛び出してきたんだけど、壊れてるんじゃなかったの？ビビ、ノウハスキャンモジュールは破損していますが、手動入力検索機能は正常に作動しています。どうぞ探している対象物の名前を入力してください。チャーリーなら捜索を手伝うことができます。ふーん、そんなに自信があるならちょっと試してみよっか。入力画面は、あった。校舎のプラグ、校舎の輪軸、確認。これでいいの？ビビ、
要求を処理中。ピピ、マッチング成功。紛失物品、高所のプラグの捜索を開始。ピピピピ、類似物品を発見。ホーム用探索機安全使用ガイドに従って捜索を開始してください。ピピ、スターピース電気。おすすめ商品を推測。人型自走戦術レンジはいかがでしょうか。ピピ、スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。ピピ、あなたの検索履歴からおすすめ商品を推測。人型自走戦術レンジはいかがでしょうか。ピピ、スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。ビビ、利用規約により本機は検索結果の真実性、信頼性を保証するものではありません。詳しくはスタービビ、いつスターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインド。ビビビビ、類似物品を発見。今回の捜索は終了。スリープモード。どれどれ。この部品はなんとか使えそうね。この探索機なかなかやるじゃない。ピピ、これがチャーリーの実力です。めっちゃ便利じゃん。これからは炭鉱が迷子になってもチャーリーを使えば簡単に探せるんじゃない。ピピ、現在のところ有機生命体の捜索はサポートしておりません。詳しくはスターピース電機にお問い合わせください。悪くない考えだが、今は残りの部品を探すのが先だ。ビビ、紛失物品校舎の臨軸の捜索を開始。ビビビビ、類似物品を発見。ホーム用探索機安全使用ガイドに従って捜索を開始してください。あなたの頼れるパートナー。ピピ、あなたの検索履歴からおすすめ商品を推測。人型自走戦術レンジはいかがでしょうか。ピピ、いつスターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ピピ、あなたの検索履歴からおすすめ商品を推測。人型自走戦術レンジはいかがでしょうか。ピピ、いつスターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ピピ、あなたの検索。ピピ、いつスターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ピピピピピピ、類似物品を発見。今回の捜索はこれで部品は揃ったね。助かったよチャーリー。ピピピピ、どういたしまして。スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。ピピ、捜索完了。スリープモードに移行します。ホーム用探索機を充電してください。
ラッキーだったね。チャーリーがなかったら部品を探すのに半日かかってたかも。それは大げさだと思うけど、確かに便利だったわね。よし、それじゃあ戻って校舎を修理しましょう。ゼーレがやるの？私以外に誰がやるわけ？仮想部の人間は何をするにも自力でやるの。あんたたちも見習いなさい。やった！無事に直せた！なかなかやるじゃない。あんたたち全員温室育ちで力仕事はできないと思ったのに。出発進行！前の行動はすでにロボットに占領されてるわ。止まって！緊急停止！ああ、怖そうなでかいやつがいる！あのタイプ、スバローグの犬で間違いないわ。怖がることないわ。前にもあんなのを倒したことがある。行くわよ。平気か？大丈夫。クラールから離れろ。全ては星々の戦、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。私も気をしっかり持たないと。はい、うちの出番。動かないでね。今祝福してあげるから。始めようか。怖くないんだから。隠れろ。クラーラもみんなを守りたい。助けて、スバローグ。殴ったね。待ってないお客さんね。ラッキースターは誰かな？逃がさない。エレシコ、うちに出くわすなんてついてないね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。即戦即決で行こう。やっ。ルールは破るためにある。はっ。はい。星の祝福をあなたに。うちがいるんだから負けないよ。あんたの番だよ、クラーラ。ゆっ。ラッキースターは誰かな？大丈夫。クラーラから離れろ。殴ったね。うちの出番。いや、この機会を逃さず。星々が私たちの名を記憶してくれる。
気持ちって感じね。全ては星々の選択、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。やれやれ。動かないでね。今祝福してあげるから。壮観だね。これを掘り尽くす日まで地下が持ちこたえられるか。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。うちに出くわすなんてついてないね。うちがいるんだから負けないよ。始めようか。やっ。ルールは破るためにある。一撃で沈める。触れる。誘った覚えはないけど、やれやれ。いや、即戦即決で行こう。くらえ。ガールから離れろ。逃がさない。近くで見るとより壮観だね。私たちの名を記憶してくれ。これを掘り尽くす日まで地下が持ちこたえられるか。この鉱脈、これのために皆さんを見て。スバローグ、大きい鉱脈、これほどの地髄見たことない。計算中、平均採掘効率に基づき、この鉱脈はベロブルグのエネルギー供給を231日維持できる。誤差範囲は7日間。だが私をここへ呼んできたのは鉱石のためではあるまい。あなたの考えを言ってくれ、クラーラ。スバローグに見せたかったの。たく
くさんの流浪者と甲府が怪我を負った。ここの人たちを助けてあげられないかな。双方の争いは止めた。採掘エリアもしばらく制圧が可能な状態。検討結果、30日間突然の変数が発生しない限り大規模の衝突は起こらない。それは分かってる。でもクララはこれじゃ足りないと思うの。採掘チームも遅延の皆さんもスワローグの本当の思いを分かってない。みんなのためにもっといいことをすれば。私の使命は下層部を守ることだ。少数のサンプルから信頼を得る必要はない。人類の行為はいつも論理的な計算から逸脱する。クラーラ、彼らがここに現れたのがその証拠だ。セバローグ、前回のケリも一緒につけるわよ。遅延所属のゼーレか。あなたたちの抵抗に意味はない。下層部に残るのが最良の生存戦略。計算結果は明らかだ。またあんたは計算結果だの生存戦略だの、あんたのくだらない話を聞いてる暇はないわ。さっさと手下どもを引かせなさい。痛い目に遭いたくなければね。見ろクラーラ、このように過酷な生存環境においても人間は分裂し逃走する。でもスバローグ、計算結果を覆そうとする人間は下層部生存戦略の多大なる脅威だ。計算完了。結論は一つ。最も効率が良いのは武力で遅延とその仲間を屈服させることだ。それにセンスのある着こなし。まさかここで引くつもりじゃないよね。あの赤い服の女の子はどうなるの？行くぞクラーラ。外部からの変数が出現したから計算をやり直す。炉心を守るものが必要だ。ミルズ、お願い、あんまり痛くしないで。そろそろ雑魚に飽きてきたところよ。ちょうどいいわ。付き合ってあげる。痛くも痒くもない。クラーラもみんなを守りたい。助けてスワローグ。私も気をしっかり持たないと。はい。全ては星々の選択。星の秘密を求める鍵よ、開拓者たちに真なる祝福を。うちがいるんだから負けないよ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。食らえ。殲滅開始。
ルールは破るためにある。やっ、星の祝福をあなたに。うちってばなかなかやるじゃん。動かないでね、今祝福してあげるから。うちがいるんだから負けないよ。やっ、やっ、殴ったの。え、クラールから離れろ。全ては星々の選択、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。クラーラもみんなを守りたい。助けて、スバローグ。礼儀の待ってないお客さんね。星の祝福をあなたに。クラーラ、ゆっ、うちに出くわすなんてついてない。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。誘った覚えはないけど、やれやれ。手ごわかった。スバローグにはこんな手下が一体どれだけいるの？たくさん。だから遅延も彼を放っておくしかないの。スバローグの勢力は大きすぎて、私たちじゃどうにもならない。クラーラ？気にすることないわ。いつもスバローグの後ろについてる子なの。スバローグは彼女を傷つけたりしないから。私も初めて会った時は理解できなかったけど、今ではもう当たり前の光景よ。さて、ボスを探しに行くわよ。その必要はない。よくやってくれたな、ゼーレ。さっきは四方から現れたロボットに襲われて長い戦いになると思ったんだが。ボス、みんなは無事？怪我したりしてないわよね？無事だ、とっくに慣れてるさ。ややこしいロボットの群れもいなくなったことだし、しばらくの間コークは平和になりそうだな。それで隣にいる者たちは？ああ、こいつらね。サンポがどっかから連れてきたよそ者よ。遅延に頼み事があるらしくて一緒に来たの。ほら、説明は自分でして。そんな話は久しぶりに聞く。覚えておこう。遅延は誠実な友を歓迎する。で、こうまでして遅延を訪ねてきたのは何か目的があってのことなんだろう？上でそんなことがあったのね。
面白いじゃない。これは今までにないことだ。遅延が地下のことでバタバタしてるときによそ者が手助けに来るとはな。お前らが言う性格、これは俺も聞いたことがない。だが現地の人さえ知らない秘密といえば、ある人物を思い浮かべる。あの大守護者も彼よりはまともだよ。今の大守護者はペテン氏だ。言葉巧みに仮想部を騙し、俺たちの命などちっとも気にしない。そこまで。これ以上大守護者様を侮辱するとは私が許さない。上層部の娘さんよ、耳障りかもしれないが、これが真実だ。信じられないというなら町の人に聞くがいい。この十数年間どう生きてきたのかをな。仮想部の恨みは二言三言じゃ説明できないぞ、シルバーメインの小娘。だがここはお前の意思を尊重して、大守護者の話はやめるとしよう。では本題に戻って、俺が思いついた人物はスバローグだ。スバローグってあんたたちの敵じゃないの？地下のロボットがどうしてそんな重要な情報を握っている？敵？俺はそう思わんな。このお兄さんが言ったように、あれは冷たい機械だ。自分の計算しか信じてない。スバローグは遅延の敵ってわけじゃない。正確に言えば俺たちのことなんか眼中にないのさ。やつはかの戦争を経験した古のロボット。古いものを探すならあれほどいい情報源はないだろうな。確かにこの世界は数百年前レギオンに襲われたことがあるね。ロボットは忘れることがないからな。スバローグでさえ正確の存在を知らないなら俺たちは力になれない。ならスバローグと会話のチャンスを作らなければならない。それかメモリーを渡してもらう？うちらで探してもいいし。どうすれば？俺たちもずっとヤツと交渉しているんだが、毎回拒まれていてな。ヤツは遅延は脅威だと信じ込んでるんだ。だがお前たちなら話が違ってくるかもしれない。まあ何とも言えんが、具体的な方法は明日にでも話そう。もう遅いし、お前らも疲れただろう。俺が手配してやるから町に帰って休むといい。また休憩なの？この世界の休憩にはトラウマが。それからシルバーメインの小娘、二人っきりで話したいことがある。いいか？